図中の A が六ひさし、B が腕木ひさしひさしは、家屋の開口部の上に取り付けられる日よけや、雨よけ用の小型の屋根のこと。日本建築では、主に六ひさしと腕木びさしの二つが作られている。家の作りようは、夏をもって胸とすべしと吉田健康が、つれずれ草に記しているように、かつては高温多湿の夏をしのぐために、 柱構造の開放的な空間を作り出し、風通しを良く、深いの木で日差しを遮り、風向きや日照を調整していた。神殿作りでは、母屋の外側に付加された細長い下屋部分を指し、日差しの間として居室などにも使われた。簡単に作ることができ、主にムルタル壁やサイリング張りの建物に見られる。持ち出し板と呼ばれる上辺に勾配をつけて加工した板を、 数枚と瓶をはしご型に組み、取り付ける位置に、釘やビーズで固定する。屋根部分に、のじ板を貼り、建築板金を吹く。軒裏に、軒天井板を貼る。日本の伝統工法に多く用いられ、意匠的に作られることも多いが、簡易に作る場合にも用いられる。柱に保存穴を作り、保存を差し込んで付けられた腕際に,に小さな桁をかけ、厚い板を直接貼るか。 たるをかけ、上に板を張り、銅板や瓦などを拭いて仕上げる。近年では、金属製のすでに作られたものもある。金属製サッシのように簡単に取り付けられる。アルミ製とステンレス製のものがある。建物や、キャンピングカーの窓や軒先などに取り付けられる、可動式の日よけや舞よけをオーニングという。主に布張りで、手動、または電動によってせり出させ、 日射の調整や雨除けを行う。日本オーニング協会はオーニングを設置することによって、日本における夏季の冷房稼働率を約1、3に抑えることができるといい、二酸化炭素排出量抑制も可能としている。オーニングには、次の3つの役割が期待できる。新しい居住空間を作る。断熱効率が良く省エネルギー効果がある。日よけと紫外線対策になる。 プライバシー保護効果にも。家が隣接した場所や通行人が多い場所などでも、屋外からの視線を防ぎ、部屋でくつろいだり、庭やバルコニーで食事を楽しむこともできる。ありがとうございます。